波風は日本海軍の駆逐艦。峰風型の14番艦である。舞鶴海軍工廠で建造。一等駆逐艦に類別され、横須賀鎮守府石に編入。1922年12月28日、上風型駆逐艦、第一駆逐艦と同じく第一駆逐隊に編入され、同系艦、野風、沼風と共に、千島、 北海道方面の交通保護に当たった。日中戦争に際して、1938年以降、下北、下中の沿岸作戦に参加。太平洋戦争では、主として北方において、海上護衛、紹介活動に参加。1944年9月18日、エトルフ島南方で、米潜水艦、シールの雷撃を受け大破。上風にされ、で、 応急修理を実施後、前鶴交渉で修理を行うと同時に、回転等再管への改造工事を1945年2月1日まで行った。同年6月19日から、上置沖で b 2 9九十日の機雷監視に従事。終戦をクレコーで迎えた。1945年10月に除籍され、同年12月、特別輸送管の指定を受け福音輸送に従事。 その後、特別保管艦に指定され、1947年10月、中華民国に引き渡された。中華民国海軍に編入後、信用と改名。1960年に退役、除籍され解体となった。開店党再管とするため以下の改造が行われた。艦長たちの軍艦誌236から237ページによる、階級は就任時のもの。 ありがとうございます。